どうも、ステーキ大文字です。皆さんはお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。すいません、留守にしてしまってごめんなさい。本当に、まあ詳細っていうか、まあ今まで動画出演してなかった理由をここでお話しさせていただくんですけども、まあ、そんな硬くなってないな。チンチンぐらい硬い。まあということで、まあ今まで僕はね、ちょっと留学を目指していまして、はい、まあ、勉強とかね、バイト、学校とかで、まあ、めちゃめちゃ、まあ、自分の感覚なんですけど、めっちゃ難しい。難しいっていうか、時間ない、忙しい中でちょっとまあ追い込まれて、まあ、動画にも出なくなっちゃったっていう話で、まあでも、このコロナのおかげって言っちゃうんですけど、まあ今厳しい状態になると、留学に行くのが、みんなでやろうぜ、こっちで。まあ今年僕たち大学3年生で就活がね入ってくるんですよ。就活がで、じゃあ可能性が低い留学を取って就活をやらないのか、可能性が高いっていうか確実に就活で成功するのか、どっちかってなった時に僕は就活を選んだわけなんです。もう取ったか。なんで、まあ、僕はその留学のためにた話すよ話すよ話すよ、はい、だからその留学のためにお金を貯めるだったり、はい、勉強するだったり、まあ、英語をねをがなくなったんですよね、その時間が。そうですね。だから、まあまあその就活とかで忙しい部分もあるけど、まあこうやってちょっとね動画に絡む時間を少しでも作れるようになったので、まあいつも通りその毎日毎週撮影に参加するっていうのは厳しいんですけど、まあ月にとかで、まあ、動画に出られたらなと思っております、はい、なんで、まあ、まあ忘れてた方も多分いると思うんですけど、まあ迷っただろうな、うん、まあ誰ですかね。まあだけど多分お帰りお帰りだろうね。そうなってくると嬉しいわ。反応してもらえなかったらちょっと悲しいかなっていう。いや本当に久しぶりだからね、シーンがコメントよくね。この5人並んでることがもう久しぶりだからね。ヤスは暴れてるけど大丈夫。ヤスね、最近どう、その出てなかった時期成長してるしよ。どうすか、成長してるのか。良くも悪くも。まあということで、まあこれからね、はい、少しでもみんなの前に動画で姿をね見せれるように、まあ、頑張っていきたいと思います。ということでこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵な演技です。よろしくお願いします。あー、ずずしい。インスタグラムやってみて、よろしくお願いします。世代安田でお願いします。全部撮ってた。まあ、本日の動画はこのような、僕が今まで何をしてたか、これからどうしたいかという報告の動画でした。ね、これからもステーキダイヤモンドのことをよろしくお願いします。うわー、やばいな、帰ってきたな、これが。大丈夫、いつも俺そうだ。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。ということで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、インスタグラムもね、やってるのでぜひよろしかったらお願いしますね。で、もうみんなね、いろいろインスタ投稿してるので、まあ、よかったらね、グッドボタン、あ、違うわ、いいねか、よろしくお願いします。はい。じゃあバイバイ。バイバイ。なんじゃん、誰よ、お前。じゃあ、だって写真撮る、二人で撮る、いいよ、してるよ、いや、こんな感じいいよ。あ、もう撮ってる。その位置はこう、ここに。だから、1、2、3、4、5でもよかったけど、それだと、他の家の玄関って映っちゃうけど。まあ、本日のデザートということでね、まあ、今までね、みんなの前に出れなかったことは、まあ、自分の中で追い込まれてた部分もあるんですけど、まあ、実際 YouTube からちょっと離れて、
まあちょっと寂しいなっていう部分は私生活でもあって、まあ、実際にねみんなの動画見たりはしてて、あいずれ戻りたいなっていうことは思ってたんですけど、まあこの機にね留学がなくなったということで、まあ自分なりにね、遅いね多分、大丈夫、はい、続けて、大丈夫、大丈夫、続けて、なんかこの機にね自分なりに YouTube にまあ少しでもね携わりたいと思ってまあ復帰をしたということです。だからまあみんなもねぜひもうねよろしくお願いします。僕もみんなも、ね、まあ僕を心よく受け入れてくれた仲間なんでいいやつばっかです。ということで僕の熱さをみんなに伝えれていけたらなと思ってます。あ、今ショーコンなんですけど頑張ります。